おはようございます。もう並ぶ感じでいいですかね。お、すごい、今日めっちゃいる人やばい、すごい、まれに見る大行列でも今日は新企画なのでドキドキとワクワクと心臓が今大変なことになってますけど、まあね、今日もね楽しく打っていけたらなと思ってます。おはようございます。はい、おはようございます。やばい、ほら新エヴァコーナーいます、私がいやこれはもう選べるな、どうしようかな。でも羨ましい履歴がいっぱいあるな。25連とかしてますよ。私も今日それぐらいしたいな。な、角っこね、角っこ、どっち角にしようかな。いやでもこっち角にしよう、決めました。角台にします。よし、確保、角台。育成計画、私はエヴァでトップを目指したい、イエーイ。はい、この番組はですね、私新人ライターアスカがエヴァといえばアスカと皆様に思っていただけるようにパチンコエヴァとのシンクロ率をひたすら高めていく番組となっております。シンクロ率を高めるためにまず大切なこと、1つ出玉、2つ解説、そして最後3つ目、愛が重要なことだと思っております。エヴァ好きの人にはもちろん、エヴァを今まであんまり打ってこなかった人にも楽しんでもらえるような番組にしたいと思っております。ぜひ最後までご覧になっていただいて、今日のアスカのシンクロ率などのコメントをしていただけるととっても嬉しいです。それでは早速実践の方いきたいと思います。出撃。はい、それでは早速記念すべき1枚目からいきたいと思います。行ってこい。でカスタム結構いろいろあるんですけど、とりあえず初回ということで今日はノーカスタムでいきたいと思います。はい、新エヴァなんですけど、もうご存知の方多いと思うんですけども、スペックの方から紹介させていただきたいと思います。はい、まず大当たり割合から、10ラウンド各編が 1%、 2ラウンド各編が 62%、2ラウンド通常時短100回転が 37% となっております。で、まあ、継続率が約 81% ありますので、まあ、インパクトラッシュ入ればかなり大当たりを期待できるんじゃないかなという機種になっております。シンクロ率高めるためにやっぱり解説かな。今は解説自分の中でも結構難しいなって割と毎回思ってるから、少しでもねうまく解説できるように頑張りたいと思います。シンクロ率を高めたい。私がエヴァを打ち始めたのが明日への方向からなんですよ。実は明日への方向を打って、なんでハマったのかなって感じだと思うんですけど、昔から打ってる人からしたらおなじみの演出だと思うんですけど、私そのエヴァ15が初めてだったので、あ、これでも当たるのみたいな、なんかそれこそお約束の演出だけじゃないっていうのがハマる要因で、詳しい人だったら多分、あ、この法則で当たったんだなって分かる、それこそなんか知る人ぞ知るみたいな法則で多分当たってるけど、初心者からしたら、え、なんで今ので当たったのみたいな感じになってて、それがねまた逆にいい塩梅にエヴァにハマるきっかけになったというか、なんか新しい発見がね結構たくさんある。法則もね新エヴァ結構てかめちゃめちゃあって、新エヴァの法則も正直全然覚えきれてないんですけど、まあ、エヴァの法則で面白いって思ったのが、ハズレリーチの後にこのレバブルのデバイスを3秒間握ってブルってくると復活濃厚とか、あとはなんかおなじみのテンパイした図柄によって厚さ変わるとか、エヴァって4図柄上段テンパイで大当たり濃厚とか、2図柄下段テンパイすると大当たり濃厚とか、まあ、そういう法則、あと1級テンパイ大当たり濃厚とか、そういう法則もいっぱい絡んでくるんで、
なんか知らないで打ってても面白いけど、知るとね、どん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 、あ、これで激アツだったんだみたいなのが分かって楽しいっていうのがありますね。まあ、でも今日その法則少しでもなんか出るといいんだけど、当たらないことには見つけられないからな。はい、まあ、続きましての2枚目、できればこれで決めたい。私の新エヴァのカスタムですごい好きなのが、先読みを圧にして、で次回予告カスタム入れるんですよ。やっぱ次回予告はね、嬉しいから、入るだけで。それがね、発展先がたとえパリ作戦であろうとパリ作戦はね、正直ちょっと悲しくなるね。予告だ。カスタムしてないからあれだけど、ある。あ、パリ作戦いや、いける。次回予告だからいける、いける、いけるよ。色変われ、ノーマルでも次回予告ってだけで熱いよ、熱い。頼む頼む、ボタン、いや、やったる、やったる。あ、来い、はい触らせてくれ。復活は復活、ブルらないブルらないダメだった、ダメでした。パニ作戦だけは嫌だって言ったのに、さっき最近どんどん暖かくなってきて、私花粉症がひどくて薬飲んでるんですけど効かないんですよ。で、私最悪なのが、あの鼻の粘膜もめっちゃ弱くて、私あのくしゃみをするだけで鼻血が出るっていう最悪だ最悪だね、ルーティーンがね、出来上がってしまって、なんかもうできるだけね、くしゃみをしないようにして生きてるんですけど、とか言ってるうちにもう2枚いかれた。ついに来ました。あ、もう鼻水出た。おかしいなぁ。さあ、店内で最も早い当たりを決めるはずだったのにな、私。気づけば380まで連れてこられてますけども。悲しいよ。やばい。運命の4枚目。まだまくれる。不安になってきた。大丈夫か。今シンクロ率今何パーぐらいだ。初当たりが欲しい、とにかく。バッドニュースでした、今リツコさんが。まあ、基本的にグッドニュースのがちょっと熱いんだけど。発展あるかな。上がれ、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 上がった。よし、久しぶり、久しぶりだ。何が出るんだ。ロング、あー、1個目ロングだったらいいのになって言おうとしたらもう1個目だよ。玄道さん、玄道くん、背景とか何もいないね。ブンダーとかいるとチャンスアップなんですけど、マイナス宇宙じゃないこれ。マイナス宇宙の世界に発展したんですけど、 80% ぐらいありますよ、マイナス宇宙いきなり大チャンスなんだけど、頼む。新宿、新宿頼む。はい待って、レバブル来い、頼む。カオルくん、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 あ、最悪だ、本当に本当に最悪だよ。死ぬほど上げて落とされたんですけど今。いや、今の瞬間的なシンクロ率で言えばもうほんと80ぐらいあったから。あ、4枚目終わってしまいました。4枚目なくなっちゃった。はい、それじゃあ運命の5枚目これで頼む、本当に。ちょっとカスタム、味変でカスタム入れようと思います。どうしようかな、まあ、いつものだと先読み圧、ネバブルアップ、次回予告カスタム、こんな感じですね。エヴァっていうコンテンツがね、やっぱお父さんが結構エヴァ好きで、
でよくエヴァの映画とか借りてきて一緒に見てて、アニメとかも借りて一緒に見たりとかしてて、でもなんかすごいしっかり見たことなくて、それこそパチンコにはまるまでは。で最近あのエヴァをしっかりと理解するためにエヴァンゲリオンの愛蔵版の漫画を買いました。で読んだらもうねボロボロ泣けるわ泣けるわで、でもなんかエヴァの漫画見て読んで、私今までずっとその前の番組でもずっとねカオルくんカオルくんって言ってたけど、当時が悲しすぎてもうすごい当時を好きになっちゃってまだカオルくんが一番好きなのは変わんないけど、でもなんかこうみんな好きになっちゃったな。あー自我予告、あー自我予告来た、当該じゃない先読みなしかもお願いします、もういける、いけます。あ、13号機なんでこれはいけるんじゃないでしょうか。いやーいけるよ、まあ2点敗だけど、まず当たりをつかむことが大事だから。これはいけるはず、真っ白だけどね。でもあ赤だ、もうこの時点で超激アツです。これは倒させてもらいます。あーレバーバブルってる、虹レバブル、あーやったー、やっと当たった、いただきました、よかった。回転数が、投資が4万6000円です。4万6000円、はい、あ、握り忘れた昇格しないかな、何もない、頼む頼む、あでも当たったことが大事、やだー、せっかく当たったのに。これはね、もうでもいかなるリーチももう時短で外れようものならレバーを触ってブルブルしないか見よう。え、長くない？あっ、ブルった、本当にカオルくんだカオルくんありがとうございます、あもう素晴らしい、やったー、当たったよかった、ありがとうございます。まあ、カスタマーはここでリセットされるので、ちょっと最初はシンジ君で行こうと思います。で、まあ、カスタマーはリセットされてるんでそのままで、まあ、ラッシュの前半は、まあ、基本的にバトルの即当たり系が多いので、とりあえずのバトルに発展したら注目ということで、あ、保留変化、これ赤い色だといいな、緑か青い、これ青だと転廃しないこともあるんですよ、全然青はね本当に本当に弱いの。あ、でも転廃した、これはいただいたんじゃない。でもね、基本的にバトルで当落なんですけど、序盤に発展するのってこのバトルじゃないんですよ。これ結構後半に発展するバトルなんで、後半に発展するバトルが序盤に出てくると熱いんですよ。よし、何回目で、前半って結構
なんだろう、バトルはするけどボタン1個で倒落で結構早い速当たり系なんで、どれだ、方向は熱い、あー超発レイだ超発レイ見えた、しかも決戦、そうそう、普通の前半はこういう感じなんですよ、まあ、でもこれはしっかりね出てきたんで、はい、いただきました、取り返すぞ全部、まだまだまだいける、まだいける、3回来い、もう1回、あー折りが足りない、あ、赤、赤だけで熱いけど多分テンパイはすると思うんだよね、あ、これはもういただいたんじゃない、どうだろう、カットインもかなり熱いし、いや、これは大丈夫なはず、あ、もうこれはもういただきました、あー、もう共闘だし、しかもはい、大丈夫です、はい、よっしゃー、ギリギリ、危ねーマジで危ない、あ、赤保留、いや、これは安心、赤保留は安心です、安心の、あー、そこ当たりだった、よーし、よしよしよし、おー、二次保留だー、二次保留、うわ、めっちゃいい音はい、7回目、よし、わー、青保留、なんかに変われ、緑緑緑、転敗してほしいラストチャンスじゃない、これだいぶ、頼む、お願いします、とりあえず転敗してくれ、やったー、転敗したとりあえず転敗した、チャンスアップがない、レバーがいい、レバーがいいです、レバーがいいです、ボタンボタンはやだ、お願いします、うわレバーだ、頼む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 、復活は復活、うわダメじゃん、頼む、まだまだまだ5回転あるから頼むよ、あー終わってしまった、万発いかず9300発、惜しいよ惜しい、あー終わってしまった、ラッシュは、でも持ち玉が今8832玉あるのでよかったかな、でもまあでもまあ今の当たりの最初の初当たりが800かなぐらいハマってて、803回転だで当たってるから、もしかしたら次の当たりちょっと早いんじゃないっていう期待から、もうちょっとね回したいかな、そういえば私今24で今年25になるんですよ、で結構なんか周りがもう結婚ラッシュに差し掛かり始めて、でなんか招待状とかね、あの大学の先輩とかから来て、なんか行った日は、結婚式に行った日は、わ、結婚ってすごいいいんだなって思うけど、なんかもう1週間経つとね全てがなんかもうなくなってる、気づけば結婚するタイミングを逃してそうというか、まあ、結婚どころかまず彼氏を作れっていう話なんですけど、私は最近なんか同年代の男の人とどういう風に喋っていいか分かんないとこまで来たからなんかご機嫌いかがですかみたいなぐらいのなんか当たり障りないみたいになっちゃうから、でもね、男の人との会話はマジで会話のデッキを作ってほしいぐらい何を話したらいいか分かんない、結構だから来店とか行った時に会いに来てくれるお客さんがいるじゃないですか、で会いに来てくれるお客さんが結構話を振ってくれたりするんですよ、だからなんか尊敬するなって思う、なんか異性と話すのにちゃんと話振ってくれてありがたいなって思いながらいつも話してる、
どうだ、こーい、上がれ上がれ上がれ、上がりそうだ、よし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 、いいぞ、幸先がいい、この先だよね、できるだけ、あできるだけと思ったけど、まあまあまあ、カオル君に変わらん変わらんか、あ、赤タイドル、あ、歓喜なんかな今ので、出撃した機体と発展先矛盾すればよかったけど、矛盾はしてなし、いいよね、共闘してくれるかな、来い頼む、よし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 、共闘だ、金であれ、あー白い、いや頑張れ、いけ、倒せー、頼む、あーでももう逃げとこ、ダメか、そんなうまいことが何回もあるわけないよな、できれば200台で当てたいんだよな、前回ハマったからなんか割と200台とかで当たりそうな気するんだけどな、来る台は結構早めに当たるんだけどな、気づけば440だな、まあ、今4200だから2500まで打ってダメだったらどっか移動しようかな、なんか800ハマったから次は早いとか言ったけども全然500までいっちゃった、移動しようかな、コールバージョンに移動します、救世主、前も私を助けてくれた新エヴァカオルバージョンに座りたい、これかな、ちょびっとだけハマってるとこあるからここで連続でちょっともしかしたら速い回転数で当たるかもという期待を込めてこの台に座ろうと思います、はい、それではやってまいりました新エヴァタイプカオル、ちょっとね結構タイプ香りに助けられてるっていうのもあって今回もちょっとそれを目当てに座ったんですけど、まだね2457玉あるのでそれでねできれば持ち玉内で当てたい、でまあカスタムもさっきと同じかな、先読みカスタム圧にしてレバブルオンで次回予告入れます、でこんな感じでやっていこうと思います、もう確率体は349分の1でタイプレイより重たいは重たいんですけど、でもね結構ね早い回転数で当たるときは当たるから349分の1でも、まあ、あとタイプ香るのいいところなんですけど大当たり割合がタイプレイよりも優遇されていて、まあ、10ラウンド確変が 5%、 3ラウンド確変 65% で残りの 30% が時短で、まあ、素のままの大当たり割合でも 70% ST 突入なので、よっぽどついてない限りは入るんじゃないかなと思って座ってます、当たりさえしちゃえば 70% 通せる気するんだよな、ただ最初の349っていう関門があるから100回転台がいいな、当たるなら、終わってしまった、持ち玉終わっちゃったよ、あ現金投資再開です、なくなってしまいました、ついに5枚目がもうだいぶデッドラインの6枚目、やばい、いくぞ頼むぞマジで、ATフィールド昇格してくれ頼む、赤まで行こう、赤まで頼む、紫あーこれか、人類、あでも保管チャンス赤だ、ある、赤ならあるぞ、赤ならあるよ頼むマジで、助
手汗かいてきた。赤まで行きましょう。赤まで頼みます。タイトル赤なんだから。まだ足りないよね。お、足りない。赤まで行ってくれ。あんで緑なんだよ。頼む。よいしょ、当たった。よかった、当たりました。うー、やった、当たったよ。本当によかった。でも、いや、頼むよ、頼む。シンジ君、シンジ君、昇格してくれ。シンジ君、止まって止まって、通り過ぎて、頼む。時短はやだ。なんでね、30%。55回転。次回予告欲しい。点滅保留でもいいんだよ、カスタムしてるから。いやー、10回転。なんか起きろ、なんか起きろ。足りない、足りない。もっと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 。わあ。初めての天敗。しょっぱいなぁ。はぁ、止まれ止まれ、もうここで止まってほしい。はぁ、悲しみの残保留、残保留まで諦めない。ザン保留、ザン保留、頼む頼む、ザン保留。あー、ダメだ、抜けた。せっかく入ったのに時短だったけど、はい、それでは実戦終了しました。いや、惜しかった、めちゃめちゃね。肝心な投資ですね、投資58,000円で、出玉644玉という結果で終了してしまいました。悔しい。けどね、とりあえずエンディングの方に向かいたいと思います。はい、実戦終了いたしました。イエーイ、イエーイか、イエーイじゃないよね。はい、今日ね、一回途中でね、8000発超えの出玉があって、もうちょっとでまくれたんですよ。なのにまくれなくてね、結局ずる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 投資かさんでしまったので、そこがね、本当に良くないなと思ってめちゃめちゃ後悔してます。そして今日の私のシンクロ率は 10% です。もうね、全部中途半端だった。今日思い返せば出玉も中途半端だし、結局初当たりも中途半端だったし、70パーも引けないし、ちょっとね、今日はね、台の方に拒絶されてた可能性があります。今日初当たりが2個、ね、普通に打ってたら多分もう 2,3 個初当たり取れてたと思うんですよ。けどね、今日本当についてなくて2個だったので、まあ、次ね、次に持ち越したい、その2個は。だから次ね、7個ぐらいね、ちょっと初当たり取っちゃおうかなと思ってます。本日は、ここまでご覧になってくださり本当にありがとうございました。もしよろしければ、チャンネル登録、高評価、コメント、そして私の X のフォローよろしくお願いいたします。それでは、本日ここまで見ていただき本当にありがとうございました。レッツシンクロ。